これ V ですよ。すげえな。これあのタトゥーみたいに見える文様あるじゃないですか、はい、これ魔力で構成されているもので、はい、あの後で紹介するんですけど、ナイトメアっていうのを召喚すると消えます。あ、そうなの、はい、なんでこれ でさっきもあったんですけど、3体 の魔獣を刺激してまして、はい、あの攻撃ボタンでこうやってシャドウっていって、こう猫型の、はい、あれが動いてる、めっちゃ動いてる、そう、一応遠隔攻撃みたいにできるんですよ。あ、だから1回出してそのまま終わりじゃなくて、はい、自分のボタンで入力してます、これ、アイスってるんですね。で射撃ボタンを押すとグリフォンっていって、この、はい、あ、ごめんなさい、こっちですね、はい、これが出せるんですよ、はい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 、この鳥が、はい、ちょっとこのおしゃべりな鳥があるんですけど、でこの2体を基本的に同時に操作しながら、はい、こう操作していくという、今グリフォンですね、はい、なんでこれ V が攻撃するんではなくて、こう刺激した従者が攻撃する感じですね。あ、だからとか魔獣を刺激するってそういうことなんですね、はい、ただこの魔獣はとどめをさせないんですね、はい、この悪魔に、うん、なんで悪魔をとどめさすのは V の仕事で、近くに行ってこう丸ボタンを押すとチェックメイトで、かっこいい、でこれ今白くなってるじゃないですか、はいはいはい、これがとどめをさせますよって合図で、このまましばらく放置するとまた体力がちょっと回復しちゃうので、確かにもう一体は黒いですもんね、はい、なんでこうやってここ今赤いゲージが出てたじゃないですか、はい、これがもうとどめさせますよっていうやつなんで、うん、こうやって近づいてブスッと、あ、こう今そうなんですけど、あのチェックメイトしてあれば普通に攻撃食らっちゃうので、結構このいかに攻撃を食らわずにとどめを刺すかっていうのも、はい、大事なんで、こう本当に2体を同時に操作するっていう割と新しい感覚の、確かに、はい、こんな感じですね。でもちろんあのそれぞれコマンド入力でいろんなこう技も出せるんで、はい、こういうやつとか、まあ、グリフォンは電撃で、まあ、シャドウはいろいろ体を不定形なんで変形させながら攻撃するみたいな感じなので、はい、ちょっとここで悪魔の登場シーンのカットシーンがあります。すごいな、綺麗かも。おー、ゴリゴリのシーン敵、壊されましたね。半端ないなこれいや迫力すごいね。でかいっすよ。ダイもまたすごいな。暴走巨頭ベヒモス、ベヒモスやばいなこれみたいな。でじゃあ3体目のちょっと魔獣いきますね、はい、デビルトリガーゲージを消費して出すんですけど、クシックシッってやるとナイトメアって言って髪の毛が白くなった。そうそう、召喚するとこれ今文様消えてるじゃないですか。あ、消えてはいない、あ、召喚するとき消えるんですけど、今こう攻撃してるんですよ、今勝手に自動で。あ、あれは今召喚してるんですか、はい、真ん中にいるあのでかいやつ。そうだ、ね、パンチ繰り出してるやつ、はい、うん、あ、ビヒモスと戦ってる。そうそう、で自動でこう攻撃してくれるんですよ。アップは食らわしたで、ね、そう、その間にもちろん撃ってるよ、なんかレーザーとか出せるんですでもちろんこの間にあの V もシャドウもグリフォンも攻撃できるんで、はいはい、こう一緒に同時に攻撃するみたいな、もうみんなで、そうです、で最後にとどめを刺しに行くと、なんか広くなったから、おー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 おお、ベヒモスがあれ、これ今やってますこれ、はい、ちょっと長いときます、ちょっと長いはい、おー でもちゃんと SS、はい、このナイトメアが本当に強いので、洒落てますね、戦い方かっこいい。あ、これちょっと聞いてほしいんですけど、今挑発したんですけど、お前たちへのレクイエムだ、こう急に演奏始めるんですよ。え、演奏というか指揮者ですね。指揮者ですねそう、急に音楽が流れ始める。かっこいい、よかった、ちょっとこれ見せたかったんで、ランダムなんで出せるかどうか分からなかった。鈴木に送るレクイエム。いや、なんかこれそれだったらばちょっといいかもしれない。なんかかっこいいもん俺のためにでしょ。そうそう、なかなかこうちょっとこういうことをしてくれる、ちょっとお茶目な感じのお客さんですね。おー、いや、コメント通りみんなで杖買いましょう。杖買ってね、そう、やりたくなりますよね、お家でね。鈴木さんはパターでもやれますから。あー、いいね、ゴルフ大好きの僕からしたらね、いい。パター家に必ず置きますからね。バーディー決めた後にお前たちのレクイエムだよ。本当ですか、あのリアルで同伴者にすっげー怒られると思います。怒られるよね、絶対怒られるよね、はい、でちなみにこれ V、本を読めるんですよ、はい、はい、持ってます、はい、今持ってるんですけど、はい、これやるとデビルトリガーゲージがちょっと回復します。回復するんだ、はい、本当だ、増えた増えた増えた。ただこれ隙だらけなんで、結構こううまく相手の隙をついてみたいな。
あでもなんかあれね、グリフォンとシャドウは結構そうそうそう、はい、頑張ってくれるから。何読んでんやろ、イチャパラ。でも V って書いてある、カカシ先生、サネカカシ先生表紙に V って書いてあるんで、うん、ちょっとなんか V ジャンプ、 V ジャンプ、 V ジャンプ。そう、なるほど、それだったら確かにデビルゲージ上がるね。やばい、いろんなものが特典としてついてるけど、今日は僕は間違いないな。これは確かに、はい、っていう感じですね。うわー、進む進む、お、いいな。これちょっと滑空できるんですよ、グリフォンに乗って。今なんかそうですよ、なんか捕まって一瞬、はい、あ、そうか、お、移動として使えるんだ。おー、そうそう、本当だ。いや、っていうかさ、ここまでスタイリッシュになる、ね、動き一つ一つが。でちなみにこれ、あのデフォルトだと四角グリフォンで、あ、PS4 で四角グリフォンで三角がシャドウなんですけど、うん、僕は同時にボタンを押しやすいようにコマンドあの L1 をグリフォンに変えてます。なので同時に操作しやすい。そういうのもやっぱりミヤザッティのこだわりですよ、こだわり、ね、あのネロをやってる人も多分あの分かると思うんですけど、うん、ネロも結構射撃しながら攻撃というかチャージしながら攻撃する機会が多いんで、はいはいはい、あ、体験版でね、はい、そうですね、はい、ネロも同じ設定にしてるんですけど、うん、なるほど、押しやすく、そうです、でこみはやっぱりそうですね、もうゲーマーならではですね。そうですね、僕絶対基本ノーマルから変えないタイプなので、ああ、守る、はい、ここは守るスタイル、守るタイプ。やっぱりストツーとかやるときに、友達とやるときにいちいち変えたりすると大変だったなっていう記憶からね。そうか、気を使ってたわけですね。そう、友達で、ちなみにこれ、うん、ナイトメアも乗って自分で操作できます。えぇ、ー、乗った、やばいやばい、ほんまの、でも確かになんか杖がコントローラーみたいな。うわぁ、あんな手で殴られたら、いやぁ、うわぁ、さっきのビームとかももちろん出せるんで、おぉ、出た、焼き払ってる。で、あので、極太ビームとかも出せちゃったりとか。うわぁ、大丈夫、敵消えてなくなるわ。あ、SS、あ、トリプル S、 ちょっと結構操作は忙しいんですけど、この逆にこう同時に操作してるっていう、どうやってコンボつなげようみたいなのがやっぱ楽しいところですね。それがやっぱりスタイリッシュポイントにそうですね、かかってるところですかね、はい。まあ、基本的にあのナイトメアがまとめて攻撃してくれるんで、うん、まあ、ナイトメアを出すとだいぶスタイリッシュポイントが貯めやすいという、はい、でもコメントでバビル2世って書いてくれてたけど、知ってるってことはね、年齢層私たちと一緒ぐらいなのかな。そうですね、僕ストライターヒリもちょっと思い出しましたけどね。あ、まあ、世代ですよね、そうなってくると、まあ、まさにやっぱりカプコンさんですからね。こうで、まあ、基本的にやっぱ V が食らわないようにこう自分は逃げながらこう発動してるっていう、はい、今でチェックメイトしに行くって、まあ、基本的にあの一気にまとめてチェックメイトすることもできるんで、うんうんうん、まあ、そうするとそこがスタイリッシュポイントはためやすいんですけど、まあ、ちょっと個々に潰していくっていうのもやっぱり、うん、まあ、回復しちゃうわけですもんね、はい、そう、はい、そうなんですよ。だから本当はさっきみたいにナイトメアみたいなのがまとめて攻撃してくれるとちょっと楽ちんだなみたいな。敵の数が多いときは連続でもできるの？あの、できます。あのタイミングよく、うん、あのボタンを離すと、あ、入力すると、うん、あの連続で順番ずつやってくれたりとか、あとデビルトリガーゲージ消費して、うん、まとめて周囲の敵をまとめて、あ、やるっていうのもできるんだ。そうです。あ、これ今回復しちゃってましたね。なるほどね。あ、これですね。これやると周りの敵をまとめてやってくれるんで、あ、今食らっちゃったんで、まあ、本当はああいうのをこうなんとかこうやると、うん、そう、一緒にこうシャドウとかを使ってこう回避みたいなのができるんで、うん、あ、そう考えて本当にヌルとかなんとかで戦い方でやっぱ全然違う、はい、全然違う、うん、なんで空中コンボとかそういう感じではなくて、こう、そうですね、いかにこう同時攻撃で相手を倒していくかみたいなところですね。本当ね、刺激の楽しさですよね。そうですね。でちょっと見てほしいんですけど、これちょっとしがみついてる部位がちょっと可愛いですよ、これ。ちょっと見づらいんですけど、や、はい、あ、ちなみにこれ乗ってる時はとどめ刺さなくてももうそのまま倒せます。へ、はい、多分 V が杖を刺してるからそのまま魔力注ぎ込んでるんですかね。あ、なるほど、はい、はい、という感じでひとまずじゃあ V はこんなところで、はい、はい、プレイ動画、はい、はい、うおー。